ヘブンさん、ありがとうございます。カ、え、ブ、ー、さん、こんにちは。チャンプの話ですが、現在、佐藤俊選手のコーチを務めている、えー、村田隆人さんが、うん、そういえばあの佐藤駿君の横、村さんがね、いらっしゃいますよね。うん、朝日新聞に寄稿していましたということです。何でも、えー、リンクの氷が硬くなっていたそうです。うん、やっぱりこれなんかあの えー、全日本中にもですね、皆さんからコメントがあったりしてましたが、今回のリンクの氷、硬かったということで、やっぱ寒かったっていうのは原因でしょうか、うん、特に冷え込んだのが、えー、ショートプログラムの日、えー。当然ながら公式練習と本番で状態が変化するため、えー、選手たちはエッジ系のジャンプには苦労しているように見えたそうなんですね。エッジ系のジャンプに苦労するということだったなるほどですね。うんえー、氷の表面が硬くなると。 エッジで圧をかけた際に、えー、氷の表面がパリパリと割れてうまく踏み切れなかったので、えー、全体的にジャンプのミスが目立,目立ったのはそういう要因があるのではないかと考察されていました。うん、その中で宇野昌磨選手の適応能力は、えー、抜きに出ていたと話されていましたね。いや、まあ、素晴らしいです。そういった氷の状況の中でできるっていうことはやっぱ素晴らしいと思います。まあ、宇野選選手手は他の選手と比較にならならいほど いろんな会場で氷で滑った経験があるんで、それをいかがしたんでしょうね。うん、まあその可能性もあります。あと、スイスのリンクとかもね、まあ結構寒いと思うので、まあ今年は特に宇野選手が練習していた頃は、大寒波でものすごい寒くてですね、氷も結構硬かったんじゃないでしょうかね。うん。とか、いろんなリンクとか、いろんな経験とかね、そういったのがあって、適用があったのかなっていう感じはします。 うん、まああの NHK 界のエッジの件もありましたがまあ微妙なズレっていうのをね瞬時直したりなかなかできないことをねされていたのでそういったところもああの環境適応能力も大きいのかなっていう感じはしますはいおはりこさんありがとうございますカブ、えー、さん考えてもしょうがない え結論、そう、そうないよ。うん。私も随分モヤモヤしたけれど、もう切り替えて応援していきましょう。ずっとモヤモヤしていると、年越しと、そう、そうなんですよね。まあ多分、年越えしちゃってもね、いろいろまあコメントとかあったり、まあいろんなモヤモヤ残ったり、続報も入ってくる可能性あるんでね。うん。まあね、本当そんな感じで、リンカちゃんが4体力いいは、ランキング上げ作戦じゃないかな。そんな感じでしょうかね。うん。 コウシロウくんもライのためにも4体力で見せてやれ。いや、ほんとですよね。うん。えー、ペダリストオマイスのコウシロウくんが大人っぽくてエレガントだった。このイメージでどちらかプログラム作ると PCS が上がるかも。うん。まあ、PCS ね、もっともっと上げていったらいいなっていう感じがしますよね。うん。まあ、チャップリンも、あの、本来のチャップリンっていうわけではなくて、島田くんオリジナルのチャップリンっていう感じがしましたね。うん。 花さん、ありがとうございます。えー、かぶくん、こんにちは。先行の件で確実にいた全日本選手権男子フリーの感想、遅くなりましたが、書きに行きました。いや、本当ですね。僕もね、もっともっと感想を述べようと思ったんですが、なかなかできすじまいですよね。まず、宇野選手。前半はヒヤッとして胃が痛くなる瞬間があり、後半は驚愕のリカバリーで心臓がパンクしそうでした。うん。いや、本当ですね。ジャンプが、まあ、サルコがダブルになったりとかね、フリップテントがあったりして、僕もちょっとびっくりしましたね。 あの怒涛のリカバリーでフィギュアスケートは芸術的な要素が多いですが、やはりスポー,スポーツなんだと思い知らされました。うん、いや、本当ですよね。美しさを損なうことなく、あんなゲート、ゲートでしょうね、ゲート化できる宇野選手は、やはりすごいなと思いました。 うん、状況は全く違いますが、私が宇野選手のファンになったきっかけの試合は、2018年の世界選手権のフリーを思い出しました。うんえー、最後のタイムオーバーは、思わず笑ってしまいましたが、圧巻の演技でした。この時ね、2018年、そうでしたね、えー。宇野選手の戦い方、大好きです。うんはい、ということで、ね、まあ、懐かしい試合もあったかなと思いますが、今回のタイムオーバーはね、本当、 でかなりオーバーしてしまいましたけどもでもなんかそこも逆にこう会場がね、えー、どよめいてましたよねうんなんか逆にいい意味で思い出になったなとは思いますけどもねうん、えー、島田選手と友田選手の演技は見ているこちらも楽しくなり自然と笑顔になっていました、えー、観客を巻き込んで大盛り上がりでしたよね えー、特に友野選手、昔から会場を盛り上げるのがうまいなーって感心します。うん。友野選手、本当ですよね。他にも書き,たいこ書きたいことはありますが、長くなりそうなんで、この辺あたりで切り上げます。えー、次の試合も全力応援します。楽しみですね、四大陸選手権。うん。まあ、メイフェスがあって、あとユニバーシティーゲームズもあるということなんで、結構ね、まあ、忙しくなるということだったり、全米選手権とか欧州選手権もあるんで、結構、怒涛になってきますね。はい。 えー、美輪さん、どうも、ね、こうした速報になってくると思うんですが、こんばんは、先ほどワンワンが上がり、シュウマんが帰宅されましたよおかえりなさい、シュウマんエマちゃん、おトイレお迎えが少し遅れたけど、シュウマんなでなで、かなりお疲れみたい。朝は起きるのもよろつくくらいお疲れ,さお疲れだわ。大丈夫かしらうん、もふもふたちの勢いがすごい。 もくもふの愛のもみくちゃ。えー、しょマまくん踏まれて、踏まれて。うん。もう踏まれすぎだわ。エマちゃんが最近のお気に入りのおもちゃをしょウまくんに渡そうとして、えー、しょマまくんの寝ている奥に置いていれば、大好きを伝えたいのね。わかるわ。もう疲れてるのね。えー、そばに子が一番と寄り添うエマちゃん。やはり近くにいたいよね。私もいたいな。えー、スーツケースにはたくさんの洗濯物のお土産が。わかるな。うちも、えー、たくさんたくさんドロンコドロンコなユニフォームや、 えー、ハイソックスに、えー、パ,ンパンツに、えーっと、サッカーシューズもドロドロだから、えー、洗うのは母の愛ですね、えー。疲れた夜や朝洗うのも大変なのよ。うんえー、家族の愛だな。シュくん、早速お仕事。何のお仕事気になりますよね。うん、気になります、えー。頑張ってなかなか休めず、また私たちファンを楽しませてくれるお仕事かな。うん えー、ところで、宇野選手はこの後スーツとか行くんでしょうかねそこもちょっと気になったりはしていて。スーツ、あの迷彩からのグッチのイタリアンな珍しいグッチスーツの第二弾。どんながら、グッチはイタイタイタスタイリッシュ、魂、あ魂、わたかそうなということで、私も好きだけど、バッグや財布やキー,キーケースくらいしか、いや腕時計があったな。また使ってみようかな。うん。えー、そういえば香水もあったな。 勝手にグッチ繋がりに。うん。もう今日ね、繋がっちゃいますけども。えー、水野さんからもミニソルダーバッグ、えー、ナンバーワン、プリントも届いたし、なんだか嬉しいなということで。ではまた、ということでした。はい。まあ、そんな感じでね、宇野選手は、まあ、えー、まあ、お仕事に行ったということなんで、うん。次のステージ行ったという感じですかね。はい。 はい。というわけで、まだね、ちょっとコメントが続報入っていますけど。一旦これ動画を切り上げていきたいなと思っています。ありがとうございました。これで以上です。